1ページになりますが、これが今見ていただいています、108メーターの周回コースになります。うん、それで、こっち、今、機関車止まっているところですね。これがこの図面で、こういう形ですね。平面的に言いますと、こういう形で、ここの20メーターとあります。それが今ちょうど機関車の止まっているところです。一応ここに駅舎を作ろうということで、売店とか切符屋とか書いてるんですけど、それがまだ果たしていつ叶うかは、まだ未定であります。で、この108メーター、皆さん、知りたがってらっしゃるところの R ですね。回転半径。これがですね、ここ書いてあります。R12 とか R12、12、10という4つのカーブからなっております。ほとんど連続カーブになっています。それで、あとですね、勾配、縦断勾配なんですけど、これについては、この機関車が今止まっているところはレベルです。うん、でそれから少し上っていって、約 1%、2%。そこにですね、ここ図面で言ったらこれ、橋が皆さん、後ろを見てください。あそこ橋があるんですよ。橋をかけて。これはなんで橋をかけたかというと、ピットを兼ねて、橋をかけたら、これ、ね、子供たちも喜ぶなということで、ピット兼橋になっております。で、橋を過ぎますと、ここでちょっと勾配上がるんで、皆さん多分運転していただいてたら分かるんですけど、ボンネットがピュッとこう上がってきます。そこになると 3% の勾配がついております。で、急にそこで R10 に入りますので、非常にこう運転してて重く、音もうるさくなりますので、多分皆さんね、すぐ分かると思うんですけど、そういうのは今、こういう軌道になっています。本当の車両ですね、ボトンディーゼル機関車といいまして、北陸重機工業さんで購入しています。長さが、350、幅が1メーター4。今これの説明。それで、形は、これで、ディーゼル機関車なので、ディーゼルエンジンなんですけれども、ディーゼルのエンジンなんですけれども、6BT の、5800cc ぐらいの、もう平成元年、昭和60年代 の、 4トンクラスの、トラックのエンジンです。それと、あとトルクコンバーター。それで、あともう逆転とか皆さんのようにやってます。国交省 の、 材料とか、から道具とかを、運んでいました。で、見ていただいたら分かるように、腰から下ですね、あれ前の方、後で見ていただいたら分かると思うんですけど、そのままの板を残しています。で、これ、子供たちに乗ってもらうために、客車用に改良しております。お客さんの改良を手を加えて、ただ、前と後ろの板を、そのまま残って、ここのことね。2トン台車で2種類、確か最後のページ見ていただいたら、これが今、計画しています570mの練習作業をしております。図面でいうとこれ反対になりますね。すいません、こっちが今皆さんいらっしゃる周回コースになります。それで今でこれね、現場に見たらアジアが見えますね。ついてあそこからずっと向こうへ伸びてきます。それで約 570m のところにこっちコテージ村といいまして、ログハウスが立っています。その手前でまた放天場を作って、こちらへまた戻っていくというようになっています。営業というかね、遊園地の、今言われたようにね、遊具と同じですので、途中では降ろせませんので、ここで乗って、また帰ってきまで、ここで降りてもらうというように、なっております。今、工事の進捗力をちょっと。工事としましては、約 80% ぐらい進んでおります。それで、ちょっと分岐が両サイドつくんですけれども、それが今ほぼできてはおるんですけれども、ちょっとなんかどうも鉄の関係か戦争の関係かわかりませんけど、ちょっと遅れとんで、今月末ぐらいに入ってきて、それからちょっと急ピッチではあるんですけど、10月26日に向けて、分岐を取り付けていきたいと思っております。もし運転されない方ちょっと見に行かれても、今どんな感じで伸びているんやら、いつも見ていただけたらと思っております。分岐が来たら、今度分岐の設置ってなかなかこう見ることができませんので、一応まあ10月いつからですか、7日の週やね、7日の週でいつになるかわからないんですけど、皆さんにそれをまた
見ていただけたらということで案内を送るようにしておりますので、その点もよろしくお願いいたします。今日先ほど松本社長、この運転体験の間にもここ実際歩いて見に行っても大丈夫ですか？大丈夫です。ぜひ、ね、だから繋がって営業する前に見る機会もなかなかないから、今度あこうやって運転しようかなとか、ここはあとね、勾配が意外とあるなとか分かると思うんで、ぜひ歩いていただけたらと思います。で今度面白いのはやっぱり砂をね巻くことが必要になってくるんじゃないかと思いますので、この辺で傾斜巻くとかね、そういう体験も今度はできるんじゃないかと思います。ボランティア活動も募集してますんでね、まあ東京からボランティアなかなか来られんかな、まあ関西の方がね、あるいは関西のお友達誘ってくるとかっていうのもありやと思いますんで。最後に私たちと皆さんをつなげてくださったのは山田さんの、ジネズさん、山田さん、竹村さんというふうにつなげていただいてます。ちょっと自己紹介、はい、あ、お前ね、はい、もう皆さんどうぞ。今更元学南電車運転手の山田でございます。運転体験通じて皆さんとお知り合いになって、皆さんのこの運転される熱、うんうん、でこちら芳賀町の新鉄道の線路を敷設熱、ね、熱意とね、ぜひともバッティングさせたら、そうやね、面白いな。で皆さん見てもらった資料も、鉄道を知らない方がここまで資料作れるすごないこれほんまに。で私も一回この施設を歩いたんですけど、機関車で運転する前にやっぱ歩いた方が、うん、でこの周回コース多分運転体験されるのは皆様が最後になると思うんで、うん、ぜひ今日思う存分ぐるぐる片方のレールがなくなるぐらい止まらせるぐらい、そしたら切って分賃にして売るんで、はい、で本当皆さんも熱意がすごいので、知らなくてもここまでできるっていうことを、うん、肌で感じていただければと思います。私も多分ちょっと午後寝不足なんでちょっと寝かしてもらって午前中いっぱい遊びたいと思います。徹夜で来てるからね今日ね、ゼロ時に足利の職員で今日よろしくお願いします。拍手。竹村雄一郎と申します。よろしくお願いします。以前山田さんと一緒に学南電車の方でお仕事させていただいておりまして、学南電車にいた時は主に SNS とかを担当して広報をやっておりました。で、それ発展させて、クラウドファンディングで、運転体験の、プロジェクトをやっておりまして、結構いろいろ大変だったんですけれども、無事その線路を走らせることができて、で、今回こういったお話いただいて、その時思い出して、私も役に立てるかなと思って参加させていただいたんですけども、すでに出来上がってて、びっくりしてて、すごいよね。で、さらに線路が伸びるということで、本当にこう、すごい ポテンシャルって言ったらあれなんですけれども、ひしひしと感じております。本当に皆さん、初めましてなんですけど、どこお手柔らかにと言ったら、殴り合うんじゃないですか。そうですね、本当によろしくお願いいたします。はい、拍手。それでは体験運転していただく前にです、お茶の方用意しております。暑い頃ですので、優しいな。なので皆さん随時飲んでいただいて、また冷やしておこうと思われる方、ペンを置いてます、お名前書いていただいて、また冷やし戻してください。さすが日本一の事務局長やわ。はい、そうですね、はい、各自飲んでください。で、運転体験する人運転するじゃないですか、後ろに乗ってもいいんですか、せっかくやからということで、ということも可能だそうです。じゃあこの後皆さん52ということで、はい、お任せします。順番とかも言いますんで、順番決まってんねや。で、1番じゃ、私やっぱ1番なんや。会長、会長ね。で、2番中川さん、はい、で3番渡辺さん、はい、4番伊藤さん、5番帯さん、はい、6番イカルギさん、7番モガミさん、はい、8番松本さんでお願いします。いいね、そのセンスいいね。じゃあもうそれで、はい、はい、はい、これはサイドブレーキですかね、はい、はい、でこれが前進のギア、この赤いのを前倒してもらったら前進、はい、ここにランプが、青いランプがつきます、はい、それでこれがスピードのコントロール、これがこの先をね、今ニュートラルになってますけど、これをエッジのとこ変速ギアになってますので、はい、変速ギアに入れてもらって、でこの D はもう
そうですね、スピードが13キロ以上になった時にあの D に入れ替えるダイレクトになりますので、はい、でもうここはもうここでは全然使わないです。ダイレクトとかこのブレーキ、はい、エッジだけで、はい、変速ギアだけ使うようにしてます。でも変速ギア入りましたらもうここから手を離して、真剣そのものやな。こっちにも皆さんね乗っておられますめっちゃ真剣に聞いてるで。まあ当たり前か運転せなあかんねんもんね。エンジン始動でございます。ちゃんと指差し観光してますね。あ、ちゃんとこう手旗をしてます。でブザー鳴らしてです。おお、ホイッスル。おお、走り始めた。みんな手振ってくださってる、ありがとうございます。おお、ちゃんとここも渡りますね。スムーズやな。駅止めれますかね。ね、早いですね。おー、素晴らしい。会長さん、お疲れ様です。バッチリ。会長さん、どうですか、運転した感想。いや、緊張しました。緊張した、緊張した。え、本当にどうですかね、ただの教える側としては。もう全然、教えるとこない。教えるとこない。素晴らしいじゃないですか。じゃあ、この後ね、皆さん、順番に行きましょう。